この前はですね、なんとスバルーナが1周年だったらしいです。その時のね、まあツイートも見ましょうかね。これはですね、ルーナからのチャットで発覚したんですけれども、ちなみにスバルーナクイズもさあって作っていただいてて、スバルーナクイズのやつも送られてきてて、何これやれってこと、もう何も言わずスバルーナクイズのリンクだけ貼られてきてて、チャットに何これ、圧がすごいって言ったら、なんかルーナが作ってもらえて嬉しいっつってよかったやんっつって、その後さ、ふざけんなよって来たからさ、何これやんないから切れてんのかなと思ったら、ルーナが自分で解いて7問しか正解できなかったことについて切れてた。でですね、よいしょ。最初のね、ツイートもね、発見されたのでね、ちょっと見ていきたいと思います。スバルーナ、一番最初にしたコラボのツイートが、こちらなんですが、注目すべきは、スバルがルーナのことを、なんて呼んでいるか。スバルーナ、ホロサマ、イエアサリ、セブンデイズトゥーライの9日目、かっこ、初コラボ。今日は、ルーナちゃんをセブンデイズの世界にご招待するのだ。22時から。ルーナちゃんってやばいよな。なぜこんな関係になってしまったのか。まだルーナちゃんだった頃よ。ねえ、なん？まあ、そうだな。あの頃はルーナちゃんだったんだ。でも今はもう、なんかね、ルーナになった経緯も、なんかルーナちゃんは、みたいなことをずっと言ってたら、なんだっけな、なんか誰かのことをあだ名で呼んでるみたいな話したら、なんか、ルーナもそれで呼んでほしいのらつって始まったから、初期スバル思い出して、いや、思い出すことはできるけど、あいつは思い出の中から出てこないから。ってかさ、思い出の中で思い出したんだけど、ハイブラ顔っていうのがあるらしいんよ。